はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエルさんちへようこそ。はい、よくなんだっけ、テレビとかでさ、 YouTube、Twitter とか見てあとなんだっけ、ブログなんかでも、ね、スピチュアル系の方がいらっしゃって、神社なんかでもね、その祭神っていうか、まあ、祀られている人の声が聞こえたりだとか、まあ、あと狐の声が聞こえるとか、竜が私の守り神ですみたいな方がね、いらっしゃってて、本当に聞こえるのって聞こえるんですかって思っちゃう部分があって、まあ話半分で、ほぼほぼ話半分で、ね、聞いていたりとかしてるんですけども、うん、でまあそういう方ってさ、まあもちろん普段住んでる地域の、まあ最寄りのね、神社さんだったりとか、ちょっと大きめの、まあ神奈川県だと鶴岡八幡宮だとか、寒川神社とか箱根神社とかってありますけどね、そういうところにね行ってたり、まあもちろんそのそういうスピリチュアル系が得意な人だから、そういう神社とかお寺に行くっていうことが、まあ、まあまあまああるんですね、うん、でスキルを見てみると、やっぱりそういうスピチュアル系っていうか、タロットカードで、まあ、その相談者の未来はこういう感じになりますよ、でそのためにはこういう感じのものを風にやった方がいいですよとか、まあそれに順次でそのパワーストーンみたいなのを作りますんでどうですかみたいなのがあったりとかしてるんですよね。まあもちろんそのタロット占いをしないで、しないでっていうか、まあそれはやらないで、あのパワーストーンがね、あの作りますよ、あなたに合ったパワーストーンがありますのでっていうのがあって、あの生年月日と、まあ、どこに住んでるかとか、いろいろとね、そういう個人情報を教えてくださいって。まあ、もちろんね、それはね、あの外に漏らさないようにしていると思うんですけど、うん、でそういう人たちってさ、やっぱ自分の守護神とか、そういう人がわかるわけだから、自分がさ、こう、平気にしている。絶対ここ年に1回はここに行くっていうさ、なんかブログとかで見てると必ずあるんだよね。まあもちろんその住んでいる地域の、氏神様には行くけども、まあね、行くけども、その自分が守られている 竜がね、守っているって言ったら竜に関するところで一番強いパワーが強いところにいます、そこをまあ年に一回行ってますよとかさそういうのがあって、本当かって思っちゃってね、うん、平気にしてる、うん、でまあ自分がさ、私がさ、そういうの分かんないから、まあいろんなところに神社で行って行ける範囲内のところをね行ったりとかしてるんですけど、うん、まあそれはそれでね、あのまあそういう風にあのね、至るところに行かない方がいいよっていう風に言われるかもしれませんけどね、そういうスピチュアル系のね方たちに言わせれば、うん、ご利益目的で行かない方がいいですよとかさそういうのがあると思うんだけどね、うん、でまあ一応ね、その去年ギリギリ行けたのかな、私ね、仏山神社に一回、もうこの何年かは行ってるんですね。あの三峯神社もね、行けたら行けてたんですけど、うん、
に聞いてなくて、ほとんど三神社の方に行ってますね。あのお札を、まあ毎年一回こう書いてます。うん、本当ならね、まあ1月1日ぐらいに行って交換っていいのかな、まあそういう風にした方がいいんだろうけど、うん、まあ行ってますね。多分来月あたりに行けたらいいなーって思っております。うん、まあいつになるかわかんないけどね、こればっかりは自分一人で生きるというか、まあ、車で行った方は、まあ電車で行ってもいいんだけど、うん、まあ旦那さんと一緒にね行っています。でそのお札っていうのは、まあその不動産神社 のお使いっていうかな、まあそういうのが狼、山犬なんですよね。で山犬っていうのはなんかいろいろとその邪気っていうのかな、邪魔なものっていうか横島なものが家の中に入れないようにするっていう、まあ御利益があるみたいで、まあ、それをまあ毎年ほぼほぼ毎年ですね、どうしても行けない時が、まあ今回のコロナの影響でね行けないかったんで、うん、神奈川県からね埼玉まで行くのにもやっぱいろいろと言われるだろうからだからまあ開けるまで、うん、我慢してましたね一応。でまあその後に、まあ、道の駅でも行ってなんかお土産でも買おうかなとは思っております。道の駅でもね、なんかいろいろと行けたらなぁとは思うんだけどね。でも結局その、なんだろう。まあ、花園に行くかもしれないね。道の駅の。うん。で、今、そう埼玉県といえば、その、深谷市あたりに、結構人がいっぱい来てるみたいですよ。その今 NHK のねドラマで、なんとか H さんのその出身地でもあるし、その博物館みたいなのがそこにあるんですよね。うん、それに関連したものがその深谷市のところにあるんで、多分平日でももしかしたらいっぱいいるのかもしれない。うん、だからちょっと行ってみたいなとか思ったんだけど、うん、なかなか行けないかもしれないので、まあ旦那さんにはねちょっとこういうのがあるみたいだけどどうっていう話は聞いてみようかなとは思っております。うん、まあ行ってみるだけでね、まあなんだろう、あこんな人がいるわ。って、うん、まあ入れなかったら入れなかったでまあいいかっていう感じにねなりそうな感じもしますけど、話が逸れちゃったけど、うん、特定の神社というか贔屓にしてるっていうか、でそういうところがあるかもしれないね、スピリチュアル系のそういう見える人聞ける人っていうのは、うん、まあ、もしかしたらそういう関係なくね、そういう特定の信仰する神社はありませんよっていう人がもしかしたらあるかもしれないけどね、なんか多いような気がする、そういう信仰してるところって、うん、皆さんどう思いでしょうか。もしねよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さんさようなら。